皆さん、初めまして。あの、そのスズゼミをずっと研究してていたわけではないんですけど、虫が大好きで、もう小学、ハイハイする頃から毛虫取ってとかやってたんですけど、それで気がついたら小学校5年の頃には生物学者になる。もう決めたわけですね。小学校の成績は平均3です。 1年2年の時平均2で以下です。だからもう超低能児だったんですね。ところがそれでも生物学者になるって決めてた。諦めないことですね。で、それで、それも理学部に行く。なぜ役に立たない生物学。虫を見て暮らしたい。一生遊んで暮らそう。それだけです。それできました。で、一生遊べました。 遊んだ成果です。じゃあ、まず次に行きましょうか。素数ゼミっていうのは、これ交尾してるの珍しいでしょ。めったに見れないセミの交尾って。で、これ、アメリカの素数ゼミ、学名は、僕ら科学者は周期ゼミって言うんですけど、なんとウィキペディアで最初に掲載されたのは素数ゼミなんです。なぜか。ね。僕の、 名前で呼んだもんで、そっちが優先されたんですね。まあ、まあいいとして、13年が南側、17年が北側で、モザイクになってる地域が両方ある地域。でも、1周期しか存在しないんですね。マサチューセッツのケープコード行った時に、ある年、バーッと鳴くわけですね。したら17年後にしか鳴かないんです。そういう変わったセミです。で、もう、ダーウィンの頃から、 疑問視されてて、どうしてだろう、どうしてだろうって、みんな数学者とか科学者がね、頑って生物学者解いたんですけど、解けなかった。理由は生物を知らない。セミって有名じゃないんですね、アメリカで。17年バッタとか呼んでるんです、イナゴとか。だからセミなんて知らないわけですよ。だからもちろん祖先が何かって考えないんです。でも 祖先がいなかったらね、人間いないです。同じです。祖先から考えなくちゃいけない。日本はいっぱいセミがいます。アブラゼミとか7年くらいかかるって言うんですけど、実際あるでそうやと2年半です。3年かかんないです。だから決まってないんです、年数。そういうのがなんでこんなに進化した。もちろん次見ましょう。氷河期です。氷河期で 7年だったものが14年、15年、16年、どんどん伸びていくわけです。要するに、餌は水ですから、どう考えても木の水ですから、ほとんど栄養ないですから、でも吸い上げる量っていうのは温度に依存しちゃうんです。で、冬の間寝てるんです。だから結局、10何年もかかってたって。それで、絶滅を避けなくちゃいけない。だから、氷河期の絶滅を避けている過程で、 最終的に素数が生き残る。で、絶滅を避けてたら周期があるわけです。獲得した。その周期同士のぶつかり合いの時に一番素数がぶつかんなくて安泰だ。それ。それが何を意味するか。生物の進化です。生物の進化っていうのは全て絶滅を避けていく。そこが視点なんですね。教科書面白いですね。平均適応度って言うんですね。 小学校2年の考え方ですよね。掛け算。ネズミじゃ3つ掛けたら8です。ところが、2×1×3は6匹。劣ってるんです。でも生物学の教科書で同じだって言うんです。ところが、2×7×0は0匹で最終的に。3世代目には絶滅してます。ところが、3匹、平均3匹だから、これが一番いいって言うんです。 それが生物学の教科書なんです。今でもそうです。間違ってます。だから、いかに教科書を鵜呑みにしたら何もできない。ちゃんと自分で一から考えればいいんです。僕が91年にコリン・クラークと一緒に書いて、平均適応度以外にも考え方ありますって書いて。だから、これが10年、20年したら教科書になるわけです。で、まだまだ全然変わってないです。で、 だから何が一番いけないか、ゼロが一番いい。絶滅を避ける。で、生物は進化の過程でそれを学んできてるんです。
ところが、まあ、もちろん絶滅しちゃう生物もいっぱいいます。恐竜とかいろんな生物絶滅してます。理由があります。まあそういう生物の考え方っていうのは最適なもの、その時つやい的なものが生き残るんではなく、弱、ね、最適じゃないけど生き残れるようにね、あのちょっと引いてるものがずっと残っていくわけです。一番最悪の時に絶滅を避けて抜けてくるね。で、同じことが環境変化にどう適応するのが一番重要。モンシロチョウの場合、モンシロチョウの場合はキャベツは人間が作ってる殺虫剤をまく、だから人間が大敵なんですね。面白いのはコーネル大学の先生たちが、ルート・アンナ・カレバ農学部の害虫学の先生たちが論文書いたんですね。モンシロチョウリスクスプレーディングしてる、巨大なアメリカのキャベツ畑で卵一卵だどっか飛んでっちゃう。当たり前ですよね。キャベツ畑に全部産んだ殺虫剤全部死んじゃいます。だから野草にもなくちゃいけないんです。野草は成長率悪くて、犬ガラシなんかこんなちっちゃいんですね。成虫まで育たないんです。だから大変なんです。それでも殺虫剤かかんないんです。収穫されない。だから生き残ります。で、それが絶滅回避なんです。同じ方は他にもあります。90年代に DNA フィンガープリンティング、びっくりしました。あの鳥類学者とかバードウォッチャー、生態学者、鳥の好きな生態学者、みんな目を皿のようにして観察してるんです。ところが誰も分かんなかったんです。5匹に1匹卵を見たら、子供ヒナを見たらね、ヒナの羽毛で DNA 鑑定できるんです。じゃあなんと5匹に1匹4匹に1匹くらいが父親が違うんです。なんと浮気の子なんです。びっくりです。いろんな種で調べました。ほとんどの種がで平均が4匹から5匹に1匹なんです。ひどいと 75% って。だからほとんど浮気の子です。自分の子いるのかなってなっちゃいます。怖いですね。いろいろそういう問題ある。でもメスにとっては必然なんですね。2割くらいのペアのオスが不妊因子を持ってたりするんです。そうするとじゃあ定宿を守って絶対そのお父さんだけにしか、お父さんの子しか作らないよってやってたら、そういう5匹に1匹くらいのメスは絶滅しちゃうわけです。こうやって不妊を避けるために浮気してる連中だけが生き残るんです。だからそういうふうな結果になってるわけです。で、絶滅を避けるってことが重要なんです。自分から見て絶滅を避ける、自分の子供たちは絶滅を避ける、それが最も重要なんです。で、あの子供でオスの環境はお父さんは環境なんです。お母さんにとって。だからそれを変化、ね、たまには変化する、あの偶然罰を引く、その時に適応させて、で長期的には存続できる、そういうこと。生物進化も人間活動も同じです。人間動物行動も同じなんですけど、あの人間経済活動いきましょうね。その方が面白いから。で次の企業、日本企業面白いですね。日本企業はであの市場に儲かったとか言ってみんなに配らないですよ ね。10倍に売り上げ上がった給料10倍になりますか、なんないです。で社長がいっぱい取りますか、1億円取りますか、なんないです。上がんないんです。蓄えになるんです、会社の。そしてであのなんか経済がロシア戦何とかだっていろんな普通は気象変動だと、何かあった時もじゃあ給料下がりますか、基本的に下がらないです。よっぽどひどい時でも1割とか 5% とか下げて何とかしのぎます。なぜって、会社に保有があるから。利益上がった時は会社の保有になって赤字を埋めていくわけです。長期的に赤字を埋めていく、それが日本の会社なんです。で日本の老舗企業を見ると100年企業っていうのはほぼ
90%日本です。海外にはないんです。で、もう20年代有名になりましたよね。アメリカの会社とかスクラップアンドビルドって言いますよね。分解してでパーツにして売っちゃうんです。そしてまた始める。なぜかというと会社員もバンバン辞めてっていい会社があったらどんどん転職していくんです。だから20代30代いいですよ。さっさといい会社に就職すればいい。転職すればいい。でも50代60代になってね、年取ってきてローンもあります。どうしましょう。で転職しないと会社スクラップアンドビルド。巨大会社だってスクラップアンドビルド。どっちがいいですかね。僕よくわかんないんですよね。でなぜかって利益はその場で分けちゃうからなんです。もちろん社会関係するんですね。で昔で言うと漁業だと儲かった時に使っちゃう傾向がある。お金ってのは次の航海で生きて帰ってくるか分かんないから、だから戦争地域の出身者とか戦争地域にいるような人たちは下の傾向、海外のような傾向が、でも安定したような日本社会みたいなとこは長期傾向になるんです。まあでだから日本社会はものすごく強いんです。今困ってますけどね。でつまり生物に、人間も生物なんです。生物は種を超えて、例えば日陰のカズラとか地衣類の仲間は藻類と菌類って全く別の文字同士が協力して木の上にぶら下がってみたり、ね、北極とか南極の石の上とか氷の上とかで生きてます。だから極限環境でも生きるように協力してるんです。で生物の社会でも分業したりいろんなことやって協力関係作る。人間社会も一部そうしてます。生き残りを模索してるんですね。絶滅を避けて長く生きましょうって。で強いものはだから他者を引き抜けて調理的には没落してっちゃうんです。だから人間社会でも共存協力すれば長期安定する。で僕らは考えてほしいのは独り勝ちじゃないんです。自分が一番いい学校行って一番取ってどうのこうのじゃなくて、協力することを学ぶことが大事じゃないかなと思ってます。どうもこれでおしまいにしたいと思います。